内で仕事しながら大学中のいろんないいとこで仕事の話を言うよ。それが一番映えるよ。大学の設備ってかっこいい。現地密着企画絶対その辺の変な社長よりおもろいわ。いいよねっていう方向にシフトしてった方が今は輝けるんじゃないかって話なのよ。際立つスタイルになると思うし、すごい相性いいと思うよね。はい、どうもこんにちは、すくゆきです。ちんともです。動画のスタイル変えるっつったやん。で、密着多くするって言ってんけど、思った、佐田くん20時間360密着させやん。大学に行って大学内で仕事しながら大学中のいろんないいとこで動きながら仕事の話を言うよ。それが一番映えるよ。大学の設備ってかっこいいもん。大学の講義室とか大学の近くのカフェとか、あれ映えるよ。いろんな画角撮れるし、食堂もあるし。しかも別にさ、こっちは撮影風景として大学を使ってるから、行ってる大学のさ、池袋キャンパスだろうが中野キャンパスだろうがどっちでもいいわけよ。新宿のここで仕事があるスキル獲得チャンネルの前後とかは中野キャンパスの方に行って、西早稲田から行くときは池袋キャンパスの方に行けば両方撮れるやん。大学っていう背景が欲しい。そうね、高取くん、密着系の動画での大学内の背景ってすごい素材として良くない？いい感じよね。建物の高級感とか。でも、大学って学生以外も入れる？もちろん全然できるよ。最高やな、めっちゃいいやん。大学生と喋ったりとかはしてない？何人か来てた DM で会いたいですって、大学生から。その子らが聞き手になってくれたりしたらいい感じに目線下げられそう。目線の下げ方で思ったのが、潜入企画とかあったやん。たまたま実家にいて親が誕生日やったから実家で見てんか、うん、ここが分かりにくいんちゃうみたいなのが、親の感覚とか妹の感覚で見てんけど、これどういうことみたいな。確かにってなったから、あれ大事よね。この辺ビジネス分かってる人らばっかりで編集したりとかしちゃってると、あそこ分からんのやみたいな。例えばさ、今回LINE のテロップとかさ、ピンって出したやん。あれちょっと LINE のテロップが出てる時間が長い。長いっていうか動きがないみたいな。そんな感じ。やっぱ読めへんって言われて。別に読まなくてもいいかなと思ってたけど、やっぱ読みたくなるらしい。あれ一回止めてアフレコで入れるべきやったなって思う。このツッコミは違うよっていうのを別撮りでこだわるんやったらね。こだわるんやったら相席食堂的な感じだと面白いかなと思ったけど、読みながら入れてもよかったよね。そんな工数かからんで、ね、いろんな企画あるね。ドキュメンタリー系のさ、一日密着企画絶対その辺の変な社長よりおもろいわ。だって時間があるんやもん。他の社長より、他の社長より好奇心もあるんやもん。すぐ変なことする。ほっといたらな、カメラ向いてる方がマシやで多分。でしかも結局思ってんけど、実業チャンネルって名前変えた方がよくて、実業やってるっていうので綺麗に見せた方がいいよね。コンテンツ販売とかこういうウェブ系の副業をっていう風に思って、店舗持ってるすごい綺麗なイメージつくやん。だけど今レオントラクトが出てきて、実業経営者が発信に参入してきたっていうのが増えてきてるから、そことバトっても勝てるわけないのよ。その実業の世界でさ、20年30年やってきてるプレイヤーがいるわけやから。だったら逆にレオントラとかで発信してる経営者って、若いウェブ系の人って実は青くんぐらいしかおらんのよ。ってなると、逆にウェブっていいよね独立でとか、発信っていいよねっていう方向にシフトしてった方が今は輝けるんじゃないかって話なんよ。で、最初の取っかかりでプログラミングとか動画編集ってめっちゃいいよねっていう方向の発信に切り替えていくと、レオのトラのトラ勢の中でも際立つ発信のスタイルになると思うし、すごい相性いいと思うよね。発信のスキルがあったら別に実業とかもできるよっていうのはできてしまうから、実業チャンネルっていうのはちょっと違うわ。それは当時はビジネス系インフルエンサーしかおらんかった。実業寄りっていうことでそこと差別化を図ろうとして、逆に実業寄りの人が増えてきたから、ウェブ系のっていうことで差別化をしてた方がいいよねっていう感じに思ってる。さすがにきついよな、制服ディズニー新刊コンパ。何の制服着るの？みんな高校の自分の着るってこと？ちょちょ、めっちゃおもろいなこれ。密着してほしい。今日は大学生になったんで制服ディズニー行ってみようと思う。うわきつ。28歳制服ディズニー大学生に紛れて行ってみたらやばいっすよね。年齢も制服もきつい。はこの時期はインフルエンサーや TikToker なども参加することがあるので出会いが豊富ですやって。絶対に撮りたいけど、さすがにカメラ入るとバレるから自撮りやな。まだ高校のセーラー置いてる気がする。セーラーは違いすぎるわ。それは違うやろ。制服ってそういうことじゃないの？そういう企画じゃないよな。女装はちょっと違うよ。え、違う違う、私が着るねんって。うん、そんな貸すわけないやんか。あ、でもバズりそうやな。何の話してる？これ何のタイトル？最初、大学を背景に撮影しようっていうので、新刊のあれで、なるほど。ってことでね、今後かなり YouTube 変わっていくと思うんで、楽しみにしておいてください。ということで、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。